一つになりたかっただけ。ダメならダメでもよかったの。なのに、あの時、先輩が、あや姉ちゃんを連れてくるから、チカだけが仲間外れだって見せるから、そんなの、先輩がチカの知らないどっかで幸せになってるのより辛いよ。だから、だから、ごめんな、チカちゃん。先輩、優しいね。いや、優しくないだろ。本当に優しかったら、うん。あやねさん。はいはい。あや、幸四郎さんに用事があるのですが。ああ、彼女ね、今日風邪で休みだって。そうですか。私だって先輩のことすごく好きなんだから。あや姉ちゃんもきっとそうなんだろうな。ダメダメ、そんな考え方は。あや姉は敵、憎むべき敵なんだ、なんて風に考えられたらいいんだけどな。どうすればよかったっていうの。それで、チカに何か用ですか？私も受験を控えた身としては、いくらあや姉ちゃんからの呼び出しとはいえ、長々とお付き合いできないんですけど。私、そのね、ナオト君とは何でもないから。だから、チカちゃんが気にすることなんてないのよ。そのね、チカちゃん受験生じゃない？あまり気に病ませちゃいけないかなって。こういうことは早めに言っておかないとね。あや姉ちゃん、それでいいの？何のこと？チカね、ナオト先輩と寝たよ。その時、あや姉ちゃんが先輩の彼女だって話も聞いちゃってるから。どう？チカが憎い？だったら取り澄ましてないで、取り澄ましてないで。
ごめんね、チカちゃん。チカちゃんの告白が先にできてたらよかったのにね。でもあや姉ちゃんはそれでいいの？私はいいのよ。だってチカちゃんのあの頃の直人くんへの思いを知ってるし。嘘だ。嘘じゃないわ。それ言うなら私だってあや姉ちゃんのあの頃の先輩への感情分かってたもん。ほら何も言えない。何？だったら私はどうすればいいって言うのよ。昨日会った時のチカちゃんの表情でチカちゃんが何考えてるか丸分かりだったけど、あの時一緒に私がついていけばチカちゃんとナオト君とのエッチを阻止できました。はい、それで全てが解決だったっていうの？そうじゃないでしょ。それは私はチカちゃんの気持ちが分かっちゃったし、それに自分の気持ちだって大切にしたいし。あや姉ちゃん、どうすればいいんだろうな。そりゃ俺がバカなだけかもしれないけどさ。この部屋使うの初めて？あれで二人を拒否できる男はいないだろう。でも答えは出さなきゃいけない。そうでもないと本当に人間としてどうしようもないよな。交えて話すより先に私たち二人がきっちりと結論を出してからの方がいいと思うの。これあや姉ちゃんってこんな人だった？二人とも反省してるの？こんな人だった。ああ、チカちゃん何がおかしいのよ。いや、あや姉ちゃん昔から怒らすと怖かったなって。何それ？そうか。何よ。あや姉ちゃんも先輩のことすごく好きなんだなって。そりゃ好きよ。好きだし、それだけじゃないし。でもこういうのって良くないと思うの。ナオト先輩からだ。私もナオト君から。俺がどうしようもないばっかりに、チカちゃん、あやねさんの二人にいくら謝っても許してもらえないようなことをしてしまったと思う。このことにしっかり決着をつけないといけないとも思っている。だから俺の部屋に来てほしい。ね、あや姉ちゃん。何、チカちゃん。ナオト先輩がちゃんと向かい合おうとしてくれてるんだから。そうね、私たちも覚悟を決めないとね。でも、もし二人とも選ばれなかったらどうする？ナオト君はああ見えて結構義理がたいところがあるから、その可能性ある。選ばれるのが自分じゃないのは悲しいけど、あや姉ちゃん以外の女の人と一緒にいるナオト先輩なんてやだな。あ、その時は。その時は？いや、二人とも上がってよ。